今回は2024年の大河ドラマ光る君へのあらすじとその家族のご紹介をいたします。ぜひ最後までご覧ください。主人公は1000年以上にわたって読み続けられている世界最古の長編小説といわれる大ベストセラー源氏物語を世に送り出した紫式部こと真宙です。この真宙の人生に大きな影響を与え運命を揺るがす一人の男、彼こそが平安貴族の頂点を極めた後の藤原道長です。互いに惹かれ合いながらも家柄が違いすぎたため結ばれることはなかった二人でしたが、その心は生涯離れることのできないソウルメイトとしてつながっていました。激しい権力闘争の渦巻く宮中において勝ち続け、トップに上り詰めた道長はやがて真宙をバックアップし源氏物語を完成させます。どこまでも美しく雅さにあふれた平安貴族の世界と道長への愛、憎しみ、執着という葛藤にもがきながら源氏物語を書き抜いた力強い女性真宙の波乱に満ちた人生を描いたドラマが今回の光る君へです。このドラマの脚本を手掛けるのは2006年の大河ドラマ光明月次や2010年セカンドバージン、また長男の嫁など数々のホームドラマやラブストーリーを手掛け、ラブストーリーの名手と称される大石静香氏が担当します。道長を演じる柄本佑さんに、道長の若い頃はすね毛剃ってくれないとオーダーしたという大石静香さん、どんなストーリーになるのか楽しみです。音楽は遠野由美さんです。ナレーションは NHK アナウンサーの伊藤俊恵さんが担当します。続いて主演のお二人をご紹介します。紫式部真宙役を演じるのは吉高由里子さん。真宙は弟への講義を横で聞いているだけで感覚も和歌も覚えてしまうほどで、幼い頃から際立ったものがありました。やがて想像力と好奇心を育んだ真宙は考え深く鋭い感性を持つ女性へと成長していきます。この幼い真宙が出会い心惹かれ合ったのが平安貴族のトップオブザトップ藤原の道長でした。真宙は結ばれることない道長への苦しい思いを断ち切って父ほども年が離れている藤原の信孝との結婚を決めます。娘を授かったもののわずか1年で夫の信孝は急逝してしまい、真宙はシングルマザーとなってしまいます。シングルマザーとなった真宙は一人娘を育てながら源氏物語の執筆を始めます。そんな時心のソウルメイト道長に強く壊れ、真宙は道長の娘に学問を教えるため女房として宮中に上がることになります。そのキャリアの発揮ぶりや宮中での人間関係、道長とつかず離れずの距離がどう描かれていくのか楽しみですね。藤原の道長を演じるのは柄本佑さん。脚本の大石静香さんとは同じ書道教室に通われていて顔を合わすこともあるそうです。道長は二人の兄の陰で一見目立たない青年貴族でしたが、若くして政権の中心に躍り出ることになります。戸惑いながらも政治家としての力をつけていき、娘たちを次々と天皇の妃とし頂点に上り詰めていきます。道長にいつから野心が出てきたのか、上り詰めていく過程もちょっと楽しみですね。最高権力者となった道長の唯一の弱点は真宙でした。彼女のこととなると思わず軸がぶれてしまう生身の道長がどのように描かれていくのか、こうご期待ですね。さてここからは真宙と道長の身近な人間関係をご紹介していきます。真宙の父藤原のため時を演じるのは岸谷五郎さんです。藤原一門であるものの家柄は下級の貴族で裕福な生活とは程遠いものでした。和歌や漢籍に通じる文人であり、真宙に文学の素養を授けた存在です。真宙の母親役を演じるのは国中涼子さん。不器用な夫ため時を支え、豊かとは言えない暮らしの中でも幼い真宙や弟の太郎を愛情深く育てる優しい女性です。真宙の弟藤原信則を演じるのは高杉真宙さん。信則は幼名太郎といい、勉学が苦手で文学の才のある真宙と比較されて育ちます。のんびりひょうひょうとした性格です。
真宙の夫を演じるのは佐々木蔵之介さんです。真宙の父為時とは職場の同僚で同年配の友人同士だそうです。世の中を渡る最一にたけ、ゆったりして小さなことにこだわらない性格。真宙のことは幼い頃から知っており、良い話し相手となって温かく見守るそうですが、自分の父親の同僚と結婚するなんてちょっとびっくりですよね。側室でもないのになんでそんな年の差婚になったのか知りたいです。続いては道長の家族をご紹介していきます。道長の父藤原兼家は段田安則さんが演じます。藤原氏の中でも名門中の名門の家です。権力を得て政治のトップに躍り出ようと画策する伏せ強めのプレイボーイ、加えて自分の立身出世のためには我が子をも利用する超野心家だそうです。道長の母で兼家の妻時姫を演じるのは声優の三石琴乃さんです。出世街道を突き進む夫を支えつつ、とりわけ三兄弟の行く末を思い見守る存在です。道長の姉藤原明子を吉田羊さんが演じます。圓遊天皇に入内し父の望み通り王子を設けます。その安仁親王、後の一条天皇を溺愛し、成人しても常に寄り添い、次第に宮廷での勢力を増していく女性です。道長の一番上の兄藤原道隆を演じるのは井浦新さん、兼家の嫡男です。彩色ともに優れており、上品さ明るさをも兼ね備えた申し分のない跡継ぎです。弟たちではなく自分の息子に権力を継がせようと試みていきます。道隆の本妻高階の高子を演じるのは板谷由香さん。宮仕えの経験がありハキハキした知的な女性です。道隆の後を継ぐ息子たち、そして天皇への入内が見込まれる娘の貞子の教育に力を入れます。道隆の長女藤原の貞子を演じるのは高畑充希さん。一家の繁栄を願う父の思いを一身に背負い、年下の一条天皇に入内します。清少納言らが集まる才気にあふれたサロンを作り上げ、一条天皇の最愛の妃となるも悲運に見舞われるそうです。道隆の嫡男藤原惟親を演じるのは三浦翔平さん。才色兼備で自信家の青年です。若くして父の引き立てによりスピード出世を果たします。父亡き後は妹の貞子への一条天皇の寵愛を頼りに、道長と火花を散らすライバル関係となっていきます。道長の2番目の兄を演じるのは玉置レオさん。兄の道隆には全てがかなわず、父の愛情に飢えて育ちます。その苛立ちの矛先が道長に向くこともあり、真宙との間にはある因縁があるんだとか。ここからは道長の妻や子供たちをご紹介します。藤原の道長の本妻源智子を演じるのは黒木華さん。左大臣家の姫で無駄天皇のひ孫にあたります。大らかさと強さを合わせ持つ女性で、道長の出世の道を支え共に歩んでいきます。真宙とも交流があり、不思議な関係が築かれていくようです。藤原の道長のもう一人の妻源明子を演じるのは滝内久美さん。父である左大臣の源の高明が政変で追い落とされ、幼くして後ろ盾を失います。夫の道長を愛しますが、立場は本妻の智子に及ばず、真宙の存在にも鬱憤が溜まっていくようです。実は明子と智子どちらが先に道長と結婚したのかということについては諸説あるようです。ドラマでどのように描かれるのか楽しみですね。道長の長女藤原の明子を演じるのは三上愛さん。幼いうちに一条天皇に入内し、貞子と競う立場となります。真宙はその才を見込まれ、この明子のもとに宮中女房として出仕することになります。明子は一条天皇にふさわしい妃になろうと努力を重ねていくようです。いかがでしたか？以上で出演者紹介を終わります。1月7日の初回放送が楽しみですね。また次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただいてありがとうございました。この動画が良かったと思われたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。